はい、皆さんおはばちは宮地ゆきです。それではなんとなんと、今日からドラゴンクエスト6幻の大地を、まったり引きこもり実況プレイ、テリーとバーバラが好きを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、素晴らしいですね何が素晴らしいんだっていう感じなんですけどね。はい、じゃあ早速行きたいと思います。まあ、なんでね、ドラゴンクエスト6幻の大地やるかって言いますと、まあね、ドラゴンクエスト5ね、天空の花嫁、あちらのやっぱりね、花嫁お前誰選ぶんだっていうのもね面白いんですけど、俺個人的にはドラクエ6が一番好きなんですよ。でその中でもテリーとバーバラがねすごい好きで、はい、もう5始めちゃったらもうね6もねやらないわけにはいかないでしょ。 あとねドランゴバトルレックスもすごい好きです。はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、それといつも最近のこの動画にねある右側の白い線があったと思うんですけど、あれがですねなくなってると思うんですよ今。はいその理由っていうかね、まあ、すげえ、まあ、めんどくさいんですけど、今までね、全画面表示っていうのをやってなかったんですよ、パソコンで。はい。まあ、適当な比率にしてたんですけど、で、だから、まあ、白い線が入ってるっていうのをね、まあ、動画の説明文にも書いてたんですが、よくよく、ちょっと余裕が出てきて考えてみたら、あ、1920×1080 の、アスペクト比ですよね、画面の。じゃなくて、なんだっけ、1280×720 でいけばいいんだと思って。で、それで、そしたら全画面表示じゃなくても16対9でね、ちゃんと、白い線とかも、そういうズレとかがなくて、はい、いけるなということで、今日は、それで撮影しております。はい、録画しております。だから、白い線とは、もうお別れということで。まあ、すでにね、撮影がちょっと終わってる分があるんですけど、それに関しては、もう、はい、白い線が入ってるものもありますが、はい、なくなりますので、近いうちに、はい、よろしくお願いいたします。それでは、ドラゴンクエスト6幻の大地、一緒に冒険楽しんでいきましょう。スーパーファミコン版以来の、となります、僕も。はい、起きました。あら、もう目が覚めた？あまり眠れなかったのかしら。いや、最近はね、結構バタバタしてるんでよく眠れるんで大丈夫です。それならいいのだけれど、ちょっとうなされていたみたいだから。無理もないわね。いよいよですものね。ところで彼、どこまで見に行ったのかしら。随分遅いようだけど。懐かしいですね。プロローグイベントがね、これ結構好きなんですよね。お、二人とももう来てたか？ちょっと周りを見てきたが、やっぱあの城に間違いなさそうだぜ。さて、そろそろ行かないか？もう十分に休んだだろ？そうね、こうしてても始まらないわ。そのために今まで随分長い旅をしてきたのですものね。行くぜ、勇気。相手は大魔王だ。死んだ気で戦おうぜ。死んだ気で。おし、死ぬ気で行こうぜ。もしこの戦いに勝てば、世界に平和が訪れるはずよ。準備はいいわね、勇気。さあ行きましょう。あー、来ました。魔王との戦いですよ。お、ね、もう剣もバッチリ装備して。焚き火が燃え盛っている。消していきますか。はい。はあ、もう夜更けでございます。うん。ちょっとね、この物悲しげな BGM いいですね。この崖の下が魔王ムドウの居城だ。もう後戻りはできねえぜ。そっか。いよいよですね。もし言い伝えが本当ならこの笛で。さあ、笛を吹くわよ。まあ、何でしたっけ、サブタイトルか。テリーとバーバラが好きなんですけど、テリーとバーバラはまだまだ先ですからね。最初はこのハッサンとミレイユですね。で、この鳥山明さんが、ドラゴンボールとかでね、有名な、描かれているこの主人公のデザインがすごい好きです。
あとはドラクエ5の、何でしたっけ。ビアンカと結婚した時に、主人公がビアンカと結婚した時に生まれる、あの、息子の金髪が、もう少年ご飯そのまんまなんで、もうあれも超好きです。さあ、余談してる間に。さあ、冒険始まるよ。楽しみだね。いやー、いよいよだ。マジで懐かしいんだけど、本当に。まあ、大人になってからね、やるって本当にいいですね。童心に帰るのもそうだし、もう新たな発見が、視点もね、やっぱ当時とは、まあ、子供の頃とはね、全然違いますからね。来たー、あー懐かしい。鍵がかかったよ、言います。この BGM ね、スーパーファミコン版、あ、結構違いますね。スーパーファミコン版のやつもめちゃめちゃ好きなんですけど、どうやら前に進むしかなさそうね。勇気先に行って、さすが魔王の城だ。化け物の匂いがプンプンするぜ。そうだね。さあ向かっていきましょう。ちょっと話しかけてみようか、後ろの二人ね。さあ先に進みましょう。あたりに気をつけろよ、ユウキ。敵さんはどこから襲ってくるかわからないからな。敵さんなんだ、さん付けなんだ。さあ何が待ち受けているでしょうか。ここは魔王の城なのにモンスターが全然出てきませんね。今の段階であのメニューボタンとかも開けません。おー、あの今のところのこの BGM とここの部屋の中の BGM がすごい好きなんです。はいどうでもいいですね。待って、ゆうき、この扉の向こうには多分魔王無道が待ち構えているはずよ。いよいよだな。けどよ、それにしては静かすぎると思わねえか。まあ今話した通りなんですけど、ちょっとここは家で。そうか、俺の思い過ごし。いや、思い過ごしじゃないよ。俺がひねくれてるだけ。考えててもしょうがねえ。さっさと乗り込もうぜ、ゆうき。じゃあ、みんなで行きますか。吸い込まれるように。あ、ここの BGM 変わってる。DS だとこんな感じなんですね。この部屋はなんだこりゃ。これじゃ何も見えねえ。うわっ、キャー、やばいやばい、登場だ。わっはっはっは、この私を倒そうなど甘く見られたものだな。愚か者め、異質なり永遠の時を悔やむがよい。マジかーって感じですね。始まったばっかなのにもう積んじゃうっていう。あーやばいやばい。あ、ミレイユ。あー俺も。わはははーっていう感じですね。わー。お兄ちゃん大丈夫？と思ったら、ああ、ここは。もうお兄ちゃんったらびっくりさせないでよ。いきなりベッドから落っこちちゃうんだもん。頭打たなかった？ん、大丈夫。大丈夫かしら。あ、そうだ。さっき村長さんがお兄ちゃんに会いに来たのよ。寝てるって言ったら、また後で来るって帰って言ったけど。そっか。こんな朝早くから村長さんお兄ちゃんに何の用だったのかしらね。特に何も見つからなかった。お、革の帽子ゲット。あ、メニュー開けます。でも早速守備力が9、かっこよさが2上がりますね。
装備。ヒノキの棒か。アイテムあるかな。10ゴールドゲット。お、素早さの種ゲット。使うか。素早さの種を使った。素早さが2上がった。おー、いいね。おお。ああ、来たー。もう、この BGM ね、ドラクエ6で一番好きってぐらい好きです。もう、このね、朝っていう感じの BGM が素敵じゃないですか。ああ、いいですね。DS 版も、やっぱり、いいです。にゃーん。今準備中じゃあ、もう少し来てから、もう少ししてからまた来てくだされ。先村長さんのとこじゃ行くか。どこだっけ？おや、ゆき、村長さんなら家の中だべ。だべだべ。薬草を見つけました。人は一体どこから来てどこに行こうというのだろうか。私はいつからここにいるのか、最近はそれすらもわからなくなってしまう。と、これは、レイドック城の若き王レイドック様のお言葉ですが、いやー、哲学的ですなぁ。はい、減ります。おぉ、勇気来てくれたのか。いや、実は頼みたいことがあってな。この村の民芸品が街で高く売れることは勇気も知ってるだろう。まあ、完全に忘れてるんで、家で。なんと、そんなことも知らずに暮らしておったのか。この村の絹織物と木彫り細工は評判が良くてな。この山の麓の町で高く売れるんだよ。そして毎年そのお金で精霊の冠を買ってきて村祭りの時に飾るのだが、今年は勇気に精霊の冠を買ってきてほしいんだよ。この村から麓の町へ降りるのは大変だが、勇気なら大丈夫だろう。売り物はこの木彫り細工と絹織物10枚だ。言ってくれるか、勇気。はい。では売り物を渡そう。その袋の中に入れておくからなくさないようにな。村の民芸品を受け取りました。この村を出て南の崖を降りればマルシャの町だ。では頼んだぞ、ユキ。イエーイ。うわー、嬉しいな、嬉しいな。この BGM を聴いてるだけでワクワクします。ジュディ、あら、ユキいらっしゃい。もうすぐ村祭りね。ランドのやつ、ちゃんと私へのプレゼント用意してるかしら。可愛い木彫り細工のペンダントをくれるって約束したのよ。ふふ。鏡を覗き込んだ。勇気は寝癖がないか確かめた。おお、大事だ。こういう細かいところがね、好きです。またドラクエ。じゃあ情報収集してね、今日は終わりましょうかね。セーブもできるみたいなんで。5はね、すぐできなかったから。そこの店に飾ってある鎧を見た場合、まだあんなの身につけられたらかっこいいだろうな。もうここにあるのかな。おお、ピッカピカ。とても立派な鎧だ。勇気に買えそうにない。ここは武器の店だ。はい、どんな色ね。竹の槍。そう、装備が今全然ない状態だ。で、80ゴールドなんですね。大丈夫です。今俺何装備してるの。あ、服か。この服か。悩みますね。まあ、とりあえず今いいか。教会はまあいいとして。おや、ゆうき、今日はいい天気だね。ゆうきの妹のターニアちゃんもずいぶん大きくなったね。亡くなったお母さんにそっくりのべっぴんさんだし、先が楽しみだよ。お、キュルルンキュルルン、ほっといてよ。私悪いマリンスライム。懐かしい。毎日殻に閉じこもり、友達のベホマンとすれ違ってばかり。すれ違ってばかりの私はいつまでもベホマンと会えないの。今はちょっと意味があんまり。今日完全に忘れてます。さあ、ヨロズヤはあれだよ。おお。木の帽子もいいね。はい。武道とかいう魔王が世界を支配しようとしているって、そんな噂もあるがね。何、心配はいらねえ。この村には山の精霊様がついてなさるからな。勇気、お前さんも山の精霊様への感謝だけは忘れちゃいけねえよ。はい。感謝。次。
元の町のバザーはさぞかし賑やかなんだってな。毎年レイドック城の王様もお見えになるっていうし、一遍行ってみてえだよ。もうお、守りの種、ね、やった。ちょっとあげときたいな。お、すげえ5万あった、嬉しい。来た、 B ボタン。今話せる仲間を連れていい。あとは、あ、このまま、勇気は壁の落書きを見た。何だったか。15ゴールドゲット。ほらほら、そんな個室付きじゃ高く売れるようなものなんて俺やしないよ。あー、また間違えちゃった。私っていつになったら一人前になれるのかしら。ここは山の上の偏僻な村だが、民芸品だけは都会の町にも負けないさ。女たちがおる布と男たちの木彫り細工、南の麓の町のバザーでもかなりの評判なんだぞ。やれやれ、手元がよく見えんわい。わしも年かの。右側から入ると3ゴールドゲット。ブツブツ、村長のやつ、わしにはもう山降りるのは無理だと言いよったわね。じいさん、今日は荒れてるな。まあ無理もねえか。なんたって毎年この村の民芸品を売りに行くのはじいさんの役目だったからな。まあ今いろいろね、まあ、このゲームの世界もそうなんですけどね、まあ、実際のこのリアルの世界も物騒なんでね、皆さんもお気をつけくださいませ。あら、いらっしゃい、ゆうき。今年の村祭りはターニアちゃんが神の使いの役をやるんですってね。それを聞いてうちのランドもすごく楽しみにしているのよ。もうあの子ったらターニアちゃんにぞっこんなんだもん。すぐランドがいないね。全部見たよ。よう、ゆうき、ランドに用事かい？あいつなら南の麓へ降りる崖っぷちでまたブラブラしてるんじゃないかな。遠くに仕事もしねえでしょうもないもんだよ。崖、こんなんなんかありましたね。ちょっとずつ、ちょっとずつ思い出してます。まあこれでじゃあ今回、そうですね、情報収集も終わったんで、この子はさっき言った、ここはライフポイントの村で、ありがとう。ここだここだ。ここにいるんだよな。どこだっけ？あ、いたいた。あ、ゆうきか。どうも。ああ、って感じだね。この辺りはあまり強いモンスターも出ないし、のんびり昼寝してたんだよ。おっと、俺の親父には内緒だぜ。仕事しろってうるさいからな。ところで、ゆうきは、この山を降りて南のマルシェの村へ行くよう頼まれたんだろ。民芸品を売って精霊の冠を買ってくればいい。いよいよ村祭りだもんな。しかも今年の村祭りはターニアちゃんが神の使いの役をやるって聞いたぜ。楽しみにしてるって伝えておいてくれよな。あ、日記。そっか。おー、初バトルです。え、これ勝てるかな、いきめっこ。あー、よかったよかった。頑張れ。えい、すごいね、身のこなしが。あれ、いいね、このバトルも懐かしいな。おう、結構あれだな。さあ、あ、よかったよかった。1体ずつ。ちょっ、うん、まだ上がんない。もったいねえな。や、あー、まだやっちゃった。いちいち切ないっていうね。お、あ、これでレベル上がるんじゃない。きたー、レベル2です。うん、オッケー。じゃあ、区切りもいいんで。あ、
戻るよ。宿屋がないけど、じゃあ自分の家帰れば多分回復できるんだろうな。あ、休みます。はい、というわけでこれからですね、またドラゴンクエスト6、幻の大地ということで、こちらの実況プレイもどうぞお楽しみください。そうですね、テリーとバーバラもう全然先なんですけど、はいね、もう縛りでこの2人を絶対連れていきます。で、そうですね、まあ、ニセトロもね、この 1280×720 で右のね、あの闇の中の一筋の光もなくなりましたので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。宮内ゆきでした。